どうも皆さんこんにちは、ムケオです。はい、皆さん来ました、入荷情報でございます。今回新旧入り乱れ、完全にやばい波来てます。行ってみましょう。はい、まずね、今ロレックスのホームページ中のムーブメントですね、雁木車回ってます。テンプヒゲゼンバイ回ってます。これは入荷情報に何か意味するのでしょうか。はい、まずはね、入荷の大前提でございます。はい、ロレックスの入荷というのはだいたい同じ時期に同じモデルがビシャッと出荷されますので、ここで大量にあるモデル波、これはあなたの街でも買える可能性が非常に高いということであります。そして来てるぞ、超巨大ビッグウェーブ、波に乗り遅れるな。さあ、一発目デイトジャスト見ていきましょう。はい、まず1本目ですね、デイトジャスト41の、スレートローマン、こちらの方ね、確認することができました、DM でいただきましたね。まあ、今回ね、私デイトジャスト、確認できたのこれ1本になるんですけれども、まあもうめちゃめちゃ買われてるでしょうということです。デイトジャストの素晴らしいモデルはちょっとね、あんまり公表してない方がね、もしかすると多いのかもしれませんが、まあデイトジャストは結構ね、買われてるイメージはあります。まあそんな中でもね、こうデイトジャスト41スレートローマンフルジュビっていうのはめちゃめちゃいいと思いますので、皆さんね、探されてる方行ってください。皆さん、ついに来ましたね、オイスターパーペチャル始まりました。セレブレーションモチーフ、日本でのデリバリーついに来ましたね、その時のね、詳しい動画は上げてますので見てください。始まってます。さあ見ていきましょう。はい、オイスターパーペチュアル41、セレブレーションモチーフになりますね。761,200円なんですね、まだね、こちらね、確認することができました。視聴者さんから、DM、たくさんいただきました。もう41だけでもね、もう2つとか、まあ結構もうこれに関してはいろんなモデル出てます。3つサイズあると思うんですけども、すべて出ております。そういう情報ね、いっぱいいただきましたんで、始まりましたね、マジすごいですね。うん、でもね、やはりもうここら辺のレベルになってくると、まあ私のチャンネルで言うところの、ズル向けさんですね。はい、もうズブズブさんからまず言ってるような感じはありますが、まあね、そのお店でズル向けさんが全員変えた後にあなたに流れてくる可能性あります。そしてあなたはズルメケさんです。はい、ということでね、来ておりますので、素晴らしい、ついに始まりましたね。今回ね、私がオイスターパーペチュアルで、撮ったのはもう全部セレブレーションモチーフですね。まあもしかするとね、まあ他の色もね、多分買われた方おられると思うんですけれども、これのインパクトがすごすぎて、なかなか表に出てこなかったのかもしれません。それぐらい、今回ね、オイスターパーペチュアルセレブレーションモチーフ、ぶち込まれてるのはすごい状況になっております。皆さん、先に言っておきます、おめでとうございます。行ける時にロレックス行ったら買えるかもしれませんね。私もちょっと狙ってみたいなと思う一本でございます。本当に買われた方、そして DM いただいた方、ありがとうございます。はい、続きましてサブマリーナでございます。今回ね、私が確認できたのはサブマリーナノンデイトですね。はい、こちらサブマリーナノンデイト、かっこいいですね。もうサブマリーナもね、もう私最近もうめちゃめちゃもう超好きです。ほんとなんか GMT マスター買ってからサブがさらに好きになるという、状態を味わっております。これはね、本当に間違いない一本でありますので、皆さんね、ぜひね、探されてみてください。今回ね、サブマリーナノンデイトを2つ確認しておりまして、まあ、結構内付きとかもありますんで、ちょっと流れ来てるんじゃないかなと予想しております。プラスですね、はい、グリーンですね。グリーン、私ね、2つ確認することができたんですよ。うん、ちょっと来てるんじゃないかというイメージです。まあまあ、普通に、まあ、出る人には若干出るんじゃないかぐらいの感じはちょっとしてます。まあ、また夏ですしね。その夏に向けて、このサブマリーナっていう海のモデル、これが出るっていうのは普通にありえますので、ちょっとね、探されてる方、グリサブ、少し初動みたいなのを感じてる気もしておりますね。はい、青サブコンビですね、かっこよすぎますよね、夏って感じですよね。こちらもね、一つ確認することができました。夏に向けてね、前回とかの入荷情報でも多く確認されておりますので、ちょっと私が取れてないだけで流れはあるのかもしれません。結構毎年夏青サブちょっと出てきますので、皆さんね、ちょっと見てくださいね、チェックしてください。はい、はい、見てください。ライブ等でね、サブの金目やばいっすね、ギラギラすごいな、綺麗っすね、やっぱ。情報もありましたんでね、お伝えしておきます。
サブマリーナもちょっとした流れは毎年夏ありますんで、皆さんぜひね探してみてはいかがでしょうか。はい、ちょっとねいつもとちょっと違う動き、エクスプローラー見ていきましょう。今回私がエクスプローラー撮ったのはこちら、エクスプローラーコンビでございます。はい、コンビ綺麗ですよね。こちらね最高ですよね。エクワン36とかめちゃめちゃいいな。うん、ちょっと私ねこれも候補に入れておきたいなと思うんですけれども、はい、エクスプローラー1のコンビ私ね3つ確認しております。なかなかないです、こんなにエクスプローラーのコンビが3つ私が確認するというのは。ぜひね皆様ね、コンビずっと探されている方は行かれてもいいと思います。コンビの流れあるのかもしれません。はい、皆様もうねライブ等では言ってますけれども超巨大波です。これはやばい、もうねやばすぎて、いろんな方から超絶ご連絡いただいたり、これは波だ波だというね、もう分かってる方はもうすでに分かってると思うんですけれども、裏で爆発しております。波をねトップロレックサーたちはすでに掴んでおりました。ただ皆さんね、私はもうライブ等で以前から言ってますので、ぜひライブにも来てください。やばいです。皆さんスカイドウェラー新旧入り乱れ爆波来ております。もうちょっとね多すぎて、もうこれはもう純不動というかもうめちゃめちゃ来てますから。とりあえずね新型スカイの青色、はい、めちゃめちゃ綺麗ですよね。DM 等でいただいたりとか、スカイドウェラーのジュビリーのグリーンね、これですね今出てるやつ、まあ、ジュビリーではなかったですけども、まあこれとかも結構出ている、もう 2,3 個出てるっすよ本当に。うーん、素晴らしい。グリーン結構出てますね。もうグリーンなんてめちゃくちゃ今回の新色ですから超絶難しいのかなというところで思ってたんですけど、結構グリーンが来てる感じがありますね。はい、こちらですね。うわすごいな、グリーンかっこいいですね。188万2100円ということになってます。複雑機構ですからね、それでこのお値段ですから。しかもまあこれの世界的評価もバチクソ高いのでね、新作ですね、出ております。グリーンは意外と出てますね。まあ一番人気でしょうこの中では、今回の新色というところになりますから。まあスカイドウェラー自体全てが新作なんですが、結構出てます。はい、新作のコンビとかもね、出ておりますからね、もうすべて出てますね。ムクとかも出てますし、まあガンガン来てるかなっていうとこです。で6月においてもちょっとね6月分今出すんですけども、これはね旧作のスカイドウェラーのコンビですね、これの旧作とかも出てます。だから新旧入り乱れてます。新作も出てます。コンビもちょっとありますね、この色ですね、シャンパンカラーのこのスカイのコンビ、これ結構あります。で旧作のオイスターフレックスのねチョコ文字盤ですかね、この辺も出てますし、でホワイトゴールドのスカイドウェラオイフレ、この辺ですね、こういうのも出てます。500万ですね、500万なんだ。ブレスはオイスターフレックスですけれどもね、やはりスカイドウェラになってくると値段は上がってきますよね。まあこの辺は制限かかってる方でもね買えますので、今これマジで来てますから本当にもうびっくりするぐらい、もうこの動画見られてない方は本当残念です。この波がわからないと思いますね。今見られたあなたは完全にこの波来てますのでね、逆にもうスカイが欲しくて欲しくてたまらない方は旧作ちょっと狙っていくのもありなのかなと。まあ店舗側さん的にはやっぱ結構ね旧作はやっぱ売りたいかなっていうところがあると思いますので、知らんけどですね、知らんけどあると思うので、まあもうずっと欲しくて欲しくてたまらない方は聞いてみるのはいいと思いますね。とにかくスカイドウェラー、これはもうマジで押さえておいていただきたいんですけれども、スカイがやばいです。スカイ、さあ皆さん大好き GMT マスターです。僕も大好きです。はい、ペプシのジュビリーね、一つ確認できましたね。まあ大人気ですよね、かっこいいですよねやっぱこれは。はい、あとはねレフティーは、あ、ちょっとありますね。レフティーに関しては3つですね。すみません、ちょっとブレスを取り忘れてるんですけれども、 GMT マスターのレフティーが私のところで3つ確認できております。これに関してはまあちょっとあるかなっていう感じです。はい、まあ言うてこれが一番希少でしょう。 GMT のステンレスの中ではね、青黒も最高なんですよね。バットマンは確認できませんでしたね。ただねちょっと来てるモデルがあるんです。はい、これはもうライブでも事前に言ってますけれども来てます。
こちら。はい、こちらですね。エバーローズゴールドのコンビ。これちょっと多いです。はい、めちゃめちゃ多いですね。まあ、大波とまでは言いませんが、ジムティマスターのコンビは、ちょいちょい出てます。で、DM 等もいただいてますし、まあ、ライブ等でも教えてもらっております。私が確認できたところで、5ですね。5。結構ありますよ、これは。これは結構あります。はい。最高ですよね。マジで最高ですよね。うん。ジムティマスター2のコンビモデル、エバーローズゴールド。はい。こちらも出ております。はい、皆さん、こちらですね。私も持ってます。ジムティマスター2。金無垢エバーローズゴールド、珍しい、確認できました。一つ確認できました。久しぶりの登場ですね。ちょっと嬉しかったもんな。ちょっと嬉しかった。うん、来てますね。エバーローズゴールドの GMT マスターでございますね。はい、こちら来てます。一個だけね、確認できました。今回につきましては新作の金無垢とかはちょっと確認できませんでしたね。でもね、絶対買われてる方おられると思いますので、まあコメント欄等で教えてください。結構 DM とかもねいただくんでね、そちらもありがたいです。はい、ちょっともしかすると返せない時もあると思うんですが、本当にいつもありがとうございます。はい、今回の GMT マスターは以上です。はい、コスモグラフデイトナー行きましょう。もう最近思ったんですけど、やっぱデイトナーの知名度っていうのは半端ないですね。女子でも知ってるから、うん、ちょいちょい聞くんですけど、やっぱデイトナー知ってる人多いんだよな。全く興味がない人でもね。はい、デイトナーですね。ちょっと私の印象は少なくなってきたかなっていうイメージがあります。はい、まあでもね、もちろんまだ結構出てるんですけどね。ちょっと見ていきましょう。今出してるのは全て新作になりますので、まだ新作は確認されておりません。はい、今出てるのは新作ですね。で、販売されているのは、旧作しかまだ出てません。そんな中でちょっと今少なくなってきている状況。これが少なくなり、しっかり少なくなれば新作も出てくるんじゃないかなとちょっと思ってるんですけども、はい、デイトナのステンレスの旧作の黒がですね、今回多い、黒が4つぐらい、確認できております。あ、1つは先月ですね。先月終わりに確認できたデイトナステンレスチールの、黒文字盤ですね。こちらちょっと来てるかなってとこですね。そして、SS の白文字盤、これ一つ確認できてます。あとはね、オイスターフレックスの、サンダスト文字盤ですね。金無垢デイトナ2つ紹介されましたっていうね、情報ライブで教えていただきました。はい、あとはね、隕石文字盤ですね。ちょっとこれ細部まで確認できたなかったんですが、多分隕石、はい、これを確認することができました。イメージ的にはちょっと減ってきたかなってとこなんで、まあ来月、再来月ぐらいかな。当初トップロレックサーたちが設定した月、これが9月だったんですよね。うん、9月ぐらいに新作来るっていうのは濃厚ですね。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。デイトナ今買えたら最高です。今が一番買いやすいんじゃないかなと勝手に思ってます。皆さんいかがでしょうか。はい、プラスね、いろんな SNS 見てたんですけれども、ヨットマスター、ちょっと今回ね、他のモデル僕は確認できなかったんですけれども、ヨットマスターのこちらチタンモデル新作、まだ日本では未確認のこのヨットマスター、トム・クルーズつけてました。トムつけてましたね。もうトムは変えてます。アメリカでトムは変えてます。アメリカか分かりませんが、まだでもこちらはね、日本に入ってきてない状態でございます。入荷情報以上です。はい、ちょっとね、今回番外編、復活で、チューダーちょっと言うんですけど、はい、こちらのね、アリンギモデル、確認することができました。クロノがない方ですね、左側の方。はい、視聴者様いただき本当にありがとうございました。いや、これはマジでいいと思うんだな。ちょっと僕ちょっと欲しいですもん、これ。本当にかっこいいです。はい、こちらもね、一つ確認することができました。他は買われた方おられますかね。あとはね、54ですね。はい、ブラックベイ54も、購入確認できましたんでね、サブマリーナのヴィンテージみたいでめちゃめちゃかっこいいですよね。はい、54をね、確認することができております。だから新作入ってきてますね。はい、ブラックベイ GMT の白もね、新作として入ってきております。めちゃめちゃいいと思いますのでね、皆さんぜひね、見てくださいね。チューダーもめちゃめちゃ最高だと思います。ロレックス姉妹ブランド。はい、皆さん欲しい方チェックしてみてください。はい、皆様いかがだったでしょうか。あとね、ロレックスはこのようなね、自然保護等の活動もしてますので、
非常に素晴らしい企業ですね。マジで最高です。私はロレックスに人生変えられてますから、皆様ね、ハッピーロレックス、これに出会えるように、ぜひロレックス探してみてください。いや今回はね、やっぱ波、スカイドウェラーがね大きいところでしょう。まあ最高なんで、今はめちゃめちゃ買いやすい時なのかなと、勝手に思ってます。でデイトナもね、少しずつちょっと少なくなってきてますので、これが少なくなって新作版といきそうな気がしてますね。はい、ここで旧作ちょっと買っちゃうと5年間はね新作は買えないっていうのもありますので、そこら辺はちょっとね注意しながらデイトナね、狙っていくのはいいんじゃないでしょうか。やっぱりデイトナは欲しいですよね。時計好きとしてやっぱデイトナはねやっぱ欲しいね。やっぱそう思っちゃいますよねっていうところで、またね、自分探しの旅とやっていきますので、皆さんもしよければチャンネル登録マジでよろしくお願いします。年内に1万人目指してます。そしていいねボタンで拡散よろしくお願いします。今後ねどんどん攻めた企画バリバリやっていきますんで、本当に皆さんのスーパーチャットやこの動画を視聴してこんな最後まで見ていただいているあなたのおかげでチャンネル成り立ってます。ありがとうございます。引き続きやっていきたいなと思いますので、皆さんぜひ何かしらのアクションしていただければ嬉しいです。はい、そんな感じで本日以上です。皆さん先に言っておきます、ロレックス購入おめでとうございます。ではまた。